やいい景色ですね。高知城の天守閣では景色と合わせて楽しめることが一つ増えたんです。それがこちら、高欄と呼ばれる手すりの部分が新しく生まれ変わりました。今日完成しお披露目されたのは、黒い漆を塗った手すりの部分、高欄です。何重にも塗り重ねた漆が景色を反射するほど美しく輝きます。高欄は山内勝豊が高知城を築くとき、幕府に許可を得て漆塗りを施したもの。しかし漆は日光に弱く、景観を保つため10年に一度メンテナンスが行われています。去年5月からの改修工事にかかった費用はおよそ3800万円。広島県の厳島神社の塗装を手掛ける専門業者が丁寧に仕上げました。山内さんはお金持ちだったのかなって、はい、なかなかでもないですよね。よそで漆塗ってるとこ見たことないので、はい、すごく綺麗だと思います、はい、すごく素敵な漆が光ってるから、はい、綺麗だなと思って、なかなかやっぱり見ることがないので、はい、いいタイミングで来れてよかったです。桜の季節、美しくなった高欄も一緒に楽しんでみてはいかがですか。